第45回関東高等学校アメリカンフットボール大会3位決定戦、首都高等学校対立教新座高等学校の試合、フットボール TV でお送りをしてまいります。本日の実況担当、関東学生アメリカンフットボール連盟放送委員長の松川達也、そして解説には元日本代表ランニングバック高田洋一さんにお越しいただいています。高田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。先週で行われました準決勝で敗れたこのまあ両チーム対決定戦という形になります。はい、手前側のベンチ、ネイビーのジャージ、首都高等学校、法政にこうね、 あと一歩だったんですがというところですが、そうですよね。まあ、首都高の方としては最初のね、はいはい、タッチダウンした後の、トライファーポイントのフィールドゴール失敗がね、はい、あれがなければ、そうですね、結果的にそれは同点ってやれだったんですけどね、はい、13対14で敗れて今日の3位決定戦です。そうですね、対しますね、立教新座は、はい、構成の前に敗れたという形での今日の試合。そうですね、はい、もう第1クォーターにですね、はい、厚生学園のにポンポンポーンと先制されまして、ね、はい、ちょっと追い上げ、まあ、追い上げができなかった、ね、はい、届かなかったって感じでしたね。はい、さあね、これがね、まあ、秋につながる3位決定戦という形になります。今日本日の試合、フィールド中央両チーム主将副将が呼ばれましてセレモニーが行われているところ、手前側のベンチ、首都高等学校ネイビーのジャージ、奥のベンチが白のジャージ、立教新座高等校になります。お聞きの通り、コイントスで選択権獲得しました立教新座高校がレシーブを選択、首都高校画面向かって右から左へのキックを選択しました。風はさほどないですよね、後ろから、我々の後ろから奥方向に向かっている感じの風でしょうか。まあ、でも微風ですからね、はい、ゴールポストのフラッグもほとんど揺れてない状態ですからね。はい、まあ、昨日までの雨も上がりまして、こうただ旗は湿っている分まかないのか、うん、それとも風自体が、まあ、あまり我々も感じませんが、さあ首都高校のキックオフで試合開始となります。さあ両チームハドルサイドライン戻りましてハドルを組んでいるところ、まずはスターティングメンバーからご紹介していきましょう。首都高校のオフェンスから74番北島、54番小柴、59番立畑、50番池田、77番松尾のオフェンスライン、タイトエンドが87番の石川、クォーターバック12番の岩田、ランニングバックに22番新井が入ります。ワイドレシーバーに13番大里、16番中村、81番金沢と入っています。ディフェンスに行きまして78番の鈴木、83番矢部は45番ですね、60番青島、40番原のディフェンスライン、44番黒川、58番桜井、31番村松のラインバッカー、ディフェンスバックが27番前田、42番西山、25番島本、29番桑原と入っています。対します立教新座高校、52番福田、50番玉川、56番鈴木、78番糸川、69番佐藤のオフェンスライン、タイトエンド87番永井、ワイドレシーバーに20番篠藤、19番牧田、16番佐藤、8番ランニングバック太田、3番クォーターバック中畑のスターティングメンバー、ディフェンス行きまして73番西、55番永山、9番川口、53番鈴木のディフェンスライン、4番吉浦、57番野田、91番恩城ラインバッカーです。6番猪俣、7番曽我部、17番大谷、47番椎名のディフェンスバックという両チームスターティングメンバーとなっております。さあ、知徳高校のキックオフで試合開始、10ヤード付近からリターンに入ります。30番ですね、立教新座高校、北君ですかね、35ヤードの手前まで持ってきました。うん、まずまずのリターンになりましたよね。はい、そうですね、さあ自陣34ヤード地点から立教新座高校の最初の攻撃という形になります。10分正式計時で行われますこの試合、立教新座高校ファーストアンテン、クォーターバックの位置には10番の拓和選手が入ってますね。左サイドオプションピッチ、8番の太田が右サイド、そうですね、今エースランニングバックの太田君、はい、のプレーから入ってきましたね、はい、左のオプションプレー、ピッチを受けて、そうですね、3ヤードぐらいのゲインですかね。ランニングバック8番
太田のランプレーから入ってきました立教新座高校。クォーターバックは3年生の作和選手、非常にこう182センチと大柄な選手ですが、そうですね、前回のゲームではもう中畑君ですかね、はいはい、3番ですね、ここスターティングであったんですけどね、プレッシャーかわして逃げ流れる、そしてパスを13番に投げましたけど、ちょっと、はい、もう少しでしたかね、ちょっとボール高かったですかね、はい、パスがね、プレー自体は崩れましたが、よくレシーバー見つけました、広志。ターゲット13番広志へのパスが不成功、元の地点からの第3ダウンに変わります。さあサードダウン、長いサードダウンが残りました、ファーストダウンまで残り7ヤード、また右に手前側にレシーバーを3人置いてパスの構え、タクワが、あ、プレッシャーかかる、ランニングバックに投げますが、これは捕まった、そうですね、これはもうラインバッカーですね、はい、キャプテンですかね、そうですね、45番の矢部君がよく今見てましたよね、はい、後ろからプレッシャーを受けてランニングバックに投げた、まあ、セーフティーバルブのような形で投げたところ、うん、しっかり捕まえました、大きくロスしまして第4ダウンという形になります。さあ第4ダウンはパントの構え、80番の木村がパントを切ります、知徳はこれは見送りました、転がって転がって30ヤードの内側まで行ったところ、立教新座高校最初の攻撃は3プレーでパントという形になりました、攻撃権は知徳高校へ移ります。さあ知徳高校は自陣の27ヤードから前半最初の攻撃開始となります。クォーターバックは12番の岩田、レシーバーが左右に2人ずつ開きました。ランニングバックには22番の新井君がいます、その新井にボールをハンドオフ、抜けてくる、ファーストダウン取ります、さらにゲイン、20ヤード近いゲインになりました、ね、中央のランプレーなんですけどね、はい、今綺麗にラインのブロックがよくできてましたよね、はい、ラインバッカーまでブロックできてましたから、はい、そうですね、大きな穴をこう新井が抜けていった形、はい、いいゲインになりましたね、自陣48ヤードまで来ました、これでファースト何点、今度は手前にレシーバーを3人置いて、その左サイドで流れるパスを右奥、長いパスを狙っていった、レシーバーいる、パスは不成功、ね、よく手が伸びました立教新座、はい、47番ディフェンスバックは椎名君、そうですね、レシーバーの方は81番の金沢君だったんですけど ね、まあ、手を伸ばしてたんですけど、はい、ちょっとディフェンスにボール触られましたかね、はい、そうですね、奥へ投げ込んでいればあるいはというようなプレ ー、元の地点からの第2ダウンに変わります知徳高校。ただこの岩田選手 今非常に長いパス投げ込んできました、元の地点からのセカンドダウンは今度は手前へのパス、ね、パスを取ったのは26番、はい、熊本君、そうですね、先ほどいいランをした選手ですよね、はい、これで7ヤードをゲインしています、サードダウン残り3ヤード、今度は左右にレシーバー2人ずつの構え、ランニングバックに持たせて真ん中、しかし詰まった、割ってきた、割ってきた、まだクォーターバックがもう抜き持ってますからね、失礼しました立教がブリッツをしてきて、それでクォーターバックが岩田が抜いて走っていたんですが、ただファーストダウンには届きませんでした、そうですね、ほぼノーゲインといった形ですかね、今のは立教の選手が今2人かなり早く割ってきましたよね、4番と4番吉浦、まあ、ラインバッカーがね、はい、そうですね、上がってかなりこう突っ込んできましたね、今ブリッツかけたみたいでしたね、はい、さあ敵陣45ヤード第4ダウンです、こちらもパントになります、高く切り上げたパント、
5ヤードの違い、これはナイスパント。ちょうど13番の大里くんのパント、はい、一強陣の4ヤードぐらいですかね。これはいい形でパントを蹴りました樹徳高校13番の大里くん。攻撃権は立教新座高校、自陣深くからの攻撃開始ということになります。自陣4ヤードから。さあまずはアイフォーメーションに構えます。自陣深くからの攻撃、テールバックに持たせます。アイフォーメーションから右のパワープレイでしたね、はい、ブラストンですかね。ただこれもすかさずラインバックが後ろから詰めてきました、うん、千徳高校。前でもしっかり矢部君が止めてましたからね。さあ1ヤード出て第2ダウン、残り9ヤード。ワンバック、タイトエンドは手前右サイド、持たせて、これも真ん中のランプレーでしたが、3ヤ2ヤードぐらいですかね。そうですね、まあ、本来はまあオフガードあたりのプレーだったんでしょうけど、はい、詰まってましたからね、はい、右側のフタクラあたり抜けてきたんですけど、はい、抜けられなかったですよね。また長いサードダウン、ファーストまで残り7ヤード。またアイフォーメーションにして、おっと5分が経過しました。ウォータータイムアウトが取られます。第45回関東高等学校アメリカンフットボール大会、千徳高校対立教新座高校の試合をお送りしております。さあウォータータイムアウト明けまして試合が再開されます。立教新座高校自陣7ヤードからの第3弾、ファーストダウンまで7ヤードというところ。さあアイフォーメーションフェイクしてタクワがちょっと一回投げるふりをしてから自分で行って、そうですよね、スクランブルに出ましたけどね、はい、ファーストダウン取ったかどうかというところ、サイドライン割ってファーストダウン取りましたね。あわやね、今、はい、セーフティーというような感じで、セーフティーになるのかなって感じしましたけど、はい、タクワ君うまく逃げましたよ ね、 ね、ハンドオフフェイクしてロールアウトしたところ、40番の原君でしたかね、目の前にもう待ち構えているような感じでしたんですけど、はい、そこからうまく逃げました。ファーストダウン取っています。自陣15ヤードから。さあまずは自陣深くを抜け出してというところ、ショットガンフォーメーション、手前にレシーバー3人置いて、タコがパスの構え、ランニングバックに、うん、スクリーンプレーでしたね、はい、太田君にパス投げ出す、ちょっとパスが、はい、高くて取った時に体勢崩しました、うん、そうですね、右のトリップスター系から3人のレシーバーが出ていった後に、はい、ランニングバックがそこへ入ってくるっていうパ、スクリーンパスだったんですけどね、はい、パスは成功しましたけど1ヤードですか、ゲインになっています、うん、第2ダウンです。奥にレシーバー2人、ハンドオフフェイクしてかわして前上がる、抜けてきた、ファーストダウン取ります。そうですね、今度はまあこれもまたスクリーンみたいになってるんですけど、はい、ブロックは出てないですから、はい、ちょっとセーフティーバルブみたいなところに投げましたかね、はい、ただ今もね、こう、うん、高川君の前にこう千徳の青いユニフォームが襲いかかってくるような形、はい、太田君が、まあ、2プレー続けてパスキャッチで、はい、っていう感じでしたかね。これでファーストダウン取りました。タクワ君から大田君へのパスでファーストダウン。
まあ、太田君を使ってるってことは、はい、まあ、あそこからのランアフターを狙ってるのもプレーでしょうけどね、はい、今のは綺麗に、ね、成功しました。さあ I フォーメーションから今度は太田のランプレー抜けてくる。あ、いいゲインですね。そうですね、タックルをこうかわしてかわしてという感じ、はい、ファーストダウン取っています。さあ40ヤードまでボールが進みました。立教新座高校ファースト10、左サイドにレシーバー3人、あとファールマーカーが出ます。フルスタートですね、うん、フルスタートですね、はい、立教はあの、ちょっと拓和君の、まあ、一回こうカウント取ってから止めるようなプレーだったのか反応してしまった選手がいましたが、5ヤードのバッタイとなっています。奥にレシーバー3人同じ構えです。ハンドオフ、太田君が右サイドのランプレー3ヤードぐらい、右サイドのパワープレーでしたね、はい、2タックル付近のついたプレーなんですけど、まあ、ゲインはしてますけど先ほどロスしてますからね、はい、そうですね、反則で下がった分は取り戻せなかったという感じ、うん、そして第2ダウン12ヤードと変わっています。セカンドダウン12ヤードのコールです。左ロールアウトしながらパスを、ちょっとこれは知徳の選手にこう左右前後挟まれるような形になりました。パスターゲット80番でしたか、ワイドレシーバー木村君、さあまた長いサードダウンが残りました。立教新座高校ファーストダウンまで12ヤード、レシーバー左右に2人ずつ置いて、サイドスクリーンをフェイクして、あ、結局自分で行きます、うん、そうですね、立教の方もパス投げたかったんですけど、はい、知徳の方もですね今、はい、ダウンライン名2人にして、あとはみんなラインバッカーとして使って、はい、ちょっとあれだとパス開くとこないですよね、はい、ミドルゾーンですと。そうですね、手前側からこう、ね、30番の北君ですかね、うん、こうジャイロスクリーンのような感じで狙っていこうとしたように見えましたが、拓也君もね、もうたまらずスクランブル出ましたけど、はい、ファーストダウンには取れなかったですね。12ヤードありましたので、うん、ファーストダウンには届きませんでした。5ヤード残って第4ダウンがパントの構え、パントを蹴ります。高く蹴り上がってしまった、ちょっとミスパントになりましたか ね、 そうですね、80番木村君のパントはちょっと高く上げてしまうような形、うん、そうですね、もうおそらくあのコントロールパントを蹴りたかったんでしょうけどね、はい、自陣35ヤード地点までボールを戻したという形になりました。知徳高校2回目の攻撃シリーズ、自陣35ヤード地点からになります。さあ第1クォーター残り時間は51秒、知徳高校ファーストダウン10、ランニングバック2人横に並べて、そこにフェイクを入れてからパス、パス成功です。82番ですかね、はい、尾形君へのパス、はい、12番岩田君からのパスきっちり通しました。そうですね、アウトのパスでしたね、はい、これで5ヤードぐらい出ました。13ヤードぐらいのところで投げたパスですよね、はい、これでファーストダウン取っています。さあ知徳高校今度はショットガンランニングバックを2人従えて、そしてモーションかけた真ん中のラン、これはさほどのゲインにはなりません。
そうですね、大京はショートガンでしたけど、はい、ツーバックにしといて、はい、一人でも逆サイドのラインバ、ランニングバックをリードブロックに使ったパワープレーでしたね、はい、ボールガードあたりをつきましたけど、はい、まあ、ほとんど原因ないですかね。そうですね、少し前に出たかどうかというところ、22番新井君のランプレーでした。第2弾、ただこれはもう時計が回っています。長い笛が鳴りまして第1クォーターが終了です。第45回関東高等学校アメリカンフットボール大会3位決定戦、首都高等学校対立教新座高等学校の試合、フットボール TV でお送りをしております。